古書山は、福岡県浅倉市と鎌市にまたがる標高859.5メートルの山。国の特別天然記念物及び、福岡県の天然記念物に指定されている、次の原始林があることで知られる。福岡県のほぼ中央に位置する山で、鎌市と浅倉市の境となっており、漁師を結ぶ八丁峠はこの山の西側中腹付近にある。前山が石灰岩でできており、 白い岩が多いことから白山とも呼ばれる。山頂付近にかけての一帯には、げの原子林が残っており、特別天然記念物に指定されている。鎌倉時代から戦国時代末期にかけてこの辺り一帯を収めた、秋月市の居城、古書山城がこの山にあり、頂上付近に、車等の城石遺構が残っている。近くには、水船と呼ばれる湧水がある。頂上には、 奥の院、大正各市と呼ばれる岩場がある。ここからは、筑豊地区及び山木、朝倉一帯、宝満山、瀬振山系、九十山系を眺めることができる。また、ここから恩根図体に隣接する馬見山、平山への重走路もあり、九州自然歩道の一部でもある。ふもとにある朝倉市秋月地区は、重要伝統的建造物群保存地区として、選定された。 九条化町であり、福岡県を代表する観光地でもある。鎌市川にもキャンプ場などが整備されているため、キャンプと登山が一緒に楽しめるスポットとしても人気が高い。近隣の栄彦山同様、古くから山岳宗教の聖地として知られており、伝業大師が山中で薬師如来像を掘ったという伝説がある。最盛期には、帽社が36カ所あったと言われているが、 現在その痕跡は残っていない。鎌倉時代の1203年、この地を治めた秋月氏の祖、原田種尾が本拠地として頂上に古書山城を築城。険しい山の上に築かれた城は南高不落の献城と謳われた。戦国時代末期の天正15年に秋月氏が豊臣秀吉による九州征伐に敗れ、日向国へと違法された。このため城は、 廃城となる。その後、江戸時代になって、秋月藩が成立すると、古書山は藩の直轄地となり、同時に継承地として親しまれるようになった。秋月藩出身の受学者源古書の号古書はこの山に由来する。1927年4月8日、津下源子林の国有地部分が古書山津下源子林として国の天然記念物となり、 1952年3月29日には特別天然記念物に指定された。なお、国有地に隣接する3ヘクタールの範囲は、1963年1月16日に秋月の告げげん林として福岡県の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。